きって言って。好き、すげえ好きだよ。嬉しい。天樹に何か頼まれるの？ついでだから言うけど、あんまりベタベタさせんのやめたら。土井さんとか凛ちゃんとか。はい、わかりました。天樹も焼くん？うわぁ、もう行こう。だから心底嬉しそうに笑うから、俺は嬉しいを通り越して。俺の幸せの絶対条件は天樹が幸せなことだから。